人がるハイウェイに突如発生した竜巻が0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしました。現在も倒壊したハイウェイでは神羅軍によって捜索が進められています。私なんかよりずっと強そう。そう見えるだけだ。だから人々は崩壊の予兆に気づかない。クラウド、この5年間どこで何をしてたのかな。それ私に聞く？私の記憶では、5年前クラウドはニブルヘイムに来なかったの。ライフストリーム、星が星であるためには精神エネルギーが必要なんじゃ。あれはセフィロスの、言ってみれば分身。追えばセフィロス本人にたどり着く。俺たちはミッドガルでセフィロスと戦ってきた。あいつは生きている。どうして今になって現れたんだろう。5年間何をしていたのかな。こいつも自然の力ってやつか。起こしてしまったようだ。私はターグス期待の新人イリーナ。なめるなよっと。かつて怪物がいた。その怪物は人の心を読み、姿を変えた。恐れる顔、愛する顔を見せて人を動かしたという。リユーニー、僕のパパを、僕の村のみんなを。ティファは俺が殺したはずだ。ならばあれは誰だ。